腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は極級、シナリオは英雄乱舞、選択君主は花崗坊。第11回を始めさせていただきます。前回はジョナンを陥落させ、猛角軍を吸収して予習制覇を達成したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。で、あとは今後の戦略だな。我が花崗坊は五都市手に入ったと。で、同盟期間義援とはあとは3ヶ月で、孫権とは2ヶ月で、諸葛丹とは10ヶ月っていうのが今の同盟勢力ですね。で、もうね、我が軍は全勢力で見ると、異民族がもう30万とかっておかしいっていうの。で、花崗坊が兵の数だけで見ると、まあ上から1、2、3、4、5、6、7番目。で、まあ、都市の数だけで見ると、当然1位ってことですね。で、劉備が3都市。どこに本拠地があるんだ？あ、南なのか。なるほど。でね、ちょっとね、このまんま同盟も駆使してとかってやってると、まあ正直簡単になりすぎちゃうと思うので、これからはね、ちょっと同盟を縛っていきたいと思いますね。で、その代わり、古武将とか、得た戦力はね、フルに使おうかなと思います。せっかくね、古武将を今回初めて入れてみたんで、やっぱりね、それはちょっとね、使ってみたいですからね。こちら、こちら、こちらで入っていきましょう。なので、今後は同盟延長ができないので、諸葛丹との10ヶ月の同盟っていうのはものすごく貴重なものになりますね。次、動くのは、本当だったら牧羊落として、遠州制覇も狙いたい。そして、関羽も落としてやりたいところなんですが、まずは次、落としやすいのは義援なので、ちょっとね、義援を落としに行きたいと思います。ただな、同盟延長しないのはいいんだけど、そうするとな、ちょっと、なかなか難しいところがあるんだよな。安全地帯がないんですよ。交通の要衝ばっかり抑えちゃってるんで、そこが怖いんだよな。今後の戦略は本当かなり気をつけていかないと。巨匠から出撃出すか。担当ある方ばっかりだよな。ちょっと、鳥海さん。とりあえずマックス持ってっか。で、ここ陣作ってるように、ここにも建設。ちょっと待って、そのために任命姿勢だな。支援をもう一個もうワンランク上げたいので、ちょっとね、これをね、あ、リクソンでいいや、リクソンに変えましょう。で、これで支援がプラス2プラス、これで10までいくので、投石台も作れますからね。これからはフルに投石とか回していかないと勝てないぞ、絶対。で、あとは魚鱗レベル3が加わってレベル2、5、10。これで魚鱗が10と。で、あとは水耕強化レベル5。これも欲しいですね。ちょっとこれでいきましょう。で、総コスト40。いいんじゃないか、これは。お任せください。で、次のターンになったら、いや、出撃は出撃していいのか。次のターンになったら建設ができるだけだから、鳥海さん奉仕で兵士数最大で、まずはここだな。ここまで行ってもらいましょう。面倒だな。やる気出してくださいよ。で、負の層は建設上限が4か。ちょっと考えながら投石作らないといけないな。ここ2つに土塁を作って後ろに投石とか、そんな感じかな。で、あと街道を沿って来られるとあれなの、ちょっとね、簡単に取られちゃうといけないので、土塁をここに配置して、ここに投石とか、ちょっと考えないといけないですね。
で次はさっき申し上げたように義援、3ヶ月後の義援なので、ちょっとそれまで兵を蓄えなきゃいけないのと、あとはちょっとね部下にもちょっと入れておくか。ただ金銭が上与は枯渇しやすい。あ、大丈夫そうかな。そしたらいいか、だいぶ裕福になってきたってことだな。そしたら兵士だけ武漢にちょっと輸送しておきましょう。行くか。これでいいでしょう。では進めていきましょう。とりあえず周囲の歩を奪って少しでもね色を塗っていかないといけないですからね。こちらをご覧ください。では長外さんにちょっとね少しどうされましたかなじゃねえ、お前やりたくねえって言ってたじゃねえかよなんて言い草だよ。ここに建設土塁を一つ作ろうかな。承知いたしました。でここにも土塁作って、投石台をここに作ってっていうところでいいかな。では進めていきましょう。で武漢で2800と長安を落としたいけどな。そうすると慶長制覇にもなるんだよな。孫権が加工屯と結構争ってますね。まあ同盟は結べてないけど、おっと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 、これで孫権と、こちらをご覧ください。いやー孫権か、ちょっと義援を落としたいからな。孫権はね武漢があるからまだね関所っていう意味ではねいいんですよね。ただ義援は地続きで序南にも縁にも来られて、場合によっては巨匠まで落とし込まれるので、やっぱね義援の2万っていうのはねちょっとね無視できないんですよね。でしかも上陽からの諸葛亮に関して言うと、ちょっとね南の方に防波堤を築きやすいので、やっぱりね、しかも日和名とか置いてるな、この辺りちょっと覚えておかないといけないですね。まあでも落とし穴とか序南方面からの進行が無難かな。どうぞご命令を。でここに建設ドルイと。承知いたしました。で投石台を層の下にくっつけておきましょう。となるとだ、深夜に攻め込むにあたって陳留、牧羊2万となると陳留1万7000は動かせないな。巨匠から移動輸送でこちら運搬持ちの任侠さんに兵士数最大で、序南にね、序南なんだけどどうしようかな。5600程度送ったところで義援と戦えないんだよな。1万6000だから野戦で勝つしかないんだよな。いやーこれ厳しいな。同盟延長とかもなしないからないやなかなかこれは厳しいぞ。とりあえず親愛にしとけば矛先が来にくいっていうのは間違いないけど、そしたらでも兵を二手に分けるのはちょっとそれはそれでな、愚策のような気もするけど、でもいいか、とりあえず送るか。運搬持ちの方で、ジョナンが兵糧が少ないので5万ほどプラス金銭も9500ほど送りましょう。でこれで序南に集めた軍で一気に叩きに行くっていう感じかな。で円に漢銀兵たちがついたので一括解任で弊社と始めるわ。とりあえずこれでね少しでも兵が増えるようにしときましょう。全然今兵が増えないですからね
で、ラインハルトたちがここにいる。実際に深夜を落としに行くとしたら、ラインハルトとリンチューだよな、ここで言うと。ただ、ラインハルトとリンチューはいいんだけど、ミッターマイヤーだったよな。ラインハルトと親愛なんですよね。となると、ミッターマイヤー使った方がいいわな。ちょっと、呼び寄せましょう。で、こちら、進めていきましょう。運搬持ちなんで早く着いてはくれると思いますけどね。いいですね。とりあえずね、戦闘の矛先がこっちに向かないようにだけしておきましょう。各所より報告です。ではこちらで建設で投石台。ちょっと待ってよ。ああ、事後命令退却できないんですね。では建設で投石台を立てていきましょう。で、外交親善張飛にまた送ってきましょう。ラインハルトは送れないので立候さんでいいでしょう。かしこまりました。で、同盟が結べないとはいえ、親愛じゃない、親密ですね。親密にはしておきたいので、カウンさん。カウンさんにもちょっと送ろうかな、使者を。かしこまりました。で、あとは、ヨウコ。ちょっとヨウコも狙ってるけど、かしこまりました。とりあえず、使者だけ送っときましょう。ついに来たな。こんなところに、露宿隊がいるということは親密だけど部下を狙ってるということだな。マジか。頑固は便器さんしかいないか。まともなやつがいねえな。呼び寄せで頑固を使える強い方。ちょっと待って、ちょっと待って。統率で相当かけてラインハルト、リクソンか。ギブキさんがいる。ちょっとギブキさん呼ぼうか。陳竜の大将になってるのか。参ろう。では陳竜には巨匠からまた一人送り込みましょう。それでは進めていきましょう。ロシクさんがどこに進んでくるか。どう考えても武漢なんだよな。いやー、これ絶対武漢だよ。ほら見ろ、武漢制圧だよ。ダメか、なかなか有効にもなってくれないな。でも親密でもこうだからな。まあ向こうからね、行ってきた同盟だったら結んでもいいかな。だけどそれやっちゃってると結局同じことになるよな。あー、まあね、まだ圧倒的ではないかないけど、でもちょっと歯ごたえ出すためにはやっぱり同盟なしだな。拒否だ、拒否。っていうか自分から攻め込んでるくせに。お、有効まで落ちちゃいましたね。まあ結んでもよかったんだけどな。とりあえず円から出撃です。ギブキさん眼光で兵士数最大で、こちらの後ろまで進軍してもらいましょう。出陣だ。で、あとは移動部下、統率が高い方、ウビさん行ってもらいましょう。急ごう。これでいいでしょう。いやー、でもちょっとこれ同盟縛るとかなりきつくなるぞ。今ほんと同盟があるからこそなんとかなってるんだからな。で、こちら陽子さんと、承知しました。あとはカンさんで、あとは決済公益。あー、そっか、本拠の兵が500いないからか。で、金がない。金がないわけじゃないよね。どうされ、なんで投石作れないんだ。費用が1200必要なのか。で、今1800、じゃあいけるはずじゃないか。いやー、
ちょっとこれ同盟縛るのやっぱりまだ今現段階でちょっと無謀すぎるな。ちょっとねもう孫権とはね戦っちゃってるから仕方ないけど、ちょっといやでも頑張ってみよう。滅んだら滅んだで仕方がない。ゲームっていうのはそういうもんだ。では進めていきましょう。で義吹が頑固で出撃と。それは契約になるよね。で海さんが言ってくれましたと。よし秘密になった。これで有効じゃないか。いいですね。これで有効と。それは敵視になるよな。で義円との同盟が切れたと。報告です。そしたら外交親善ですね。張飛とは友好まで行ったので、陽子さん心得ました。そしてあとは関さん、お任せください。まあ敵から向こうから望んできた同盟はちょっと受けてもいいかな。別にそこまで縛らなくてもいいでしょ。ダメかな。言っといて。で、あ、そうだ、ミッターマイヤーさんも感触つけていきましょう。でだ、そうは言ってもなるべく縛っていきたいので、ここにラインハルトで、ここにミッターマイヤーと。でジョナンからラインハルト、ミッターマイヤー、魚鱗で兵士数最大で、こちらの歩を抑え攻撃してもらいましょう。で巨匠から出撃、加工坊さん。いや久々だね加工坊さん。だこの歩を抑え、この歩を抑え、この歩を抑え、この歩を抑えてもらいましょう。出陣するぞ。いやーいけるかな。かなり厳しいぞこの状況。では進めていきましょう。義援も出してくるんじゃないか。そりゃ出してくるよなこの状況下であれば。で義援が出てくると、どことの関係が有効？義円との関係が有効か。各所より報告です。いいんじゃないか。ここでこのジョインを奪って攻撃を仕掛けていきましょう。で陳竜から移動輸送でキランさん。え、もうやだなこの顔。この顔やだな。4000ほどでいいでしょう。4000ほどの物資をちょっとね、ちょっと巨匠が物資なくなりすぎてるな。ちょっと輸送入れ、ちょっと待ってちょっと待って、兵糧もないじゃないか。兵糧も3万ほど、巨匠をちょっとね輸送しておきましょう。参ろうか。いやちょっと同盟縛ったのはやりすぎか。武漢炎上してるな。同盟縛ったのはちょっとやりすぎな気がするな。いくらなんでもそこまでの力我が軍ないぞまだ。まあいいや、とりあえずやれるだけやってみよう。ではちょっと待ってよ。陳竜も内政地域内政で一括解任で弊社と。やってやる。とりあえずこれでいいでしょう。で少しでもね弊社をね上げていきましょう。では進めていきましょう。義援がどう動く。そのまま巨匠に方面に行くか。行くと。
なかなかやるな。ご報告いたします。いかがだったでしょうか。ついに義援軍との同盟が切れました。この義援討伐戦、うまくいけばようやく円が半分ぐらいの甲府落としになります。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。